さんこんにちは。はい、はるくん、今回ね、はるくんが欲しかった仮面ライダーゲーツマジェスティ当て口作りました。イエーイ。ということで今回はかねてよりはるくんが欲しかったゲーツマジェスティライドウォッチを1等にしました。そして2等は仮面ライダージュオーゲーツマジェスティの DVD。 3等はねトミカのシールブック、4等はディズニーの組み立て飛行機、5等はたこ焼きけん玉、そして6等はね100均で買ってきたボールペンと、7、8はワンピースカード、そして9はセーバーの B 賞ビジュアルシートです。さらに10等は罰ゲーム用のピコピコハンマー100均で買ってきました。はるくんはどれが欲しい？はい、全部？うん、全部欲しいんだ。じゃあね、はるくん、はい、ルール説明するよ。まずはルーレット回してもらいます。ルーレットの出た目の景品をもらうことができます。はるくん、チャンスは何回欲しい？いっぱい。いっぱい欲しい？うん、じゃあチャンスは10回あげます。景品が10個あるから、もし同じ目が出た場合はハズレになります。1111ってから連続で出てもね、1は1個しかないんで1個しかもらえません。わかった？0は10等扱いになります。いいですか？それではね、早速当てくじやってみましょう。じゃあルーレット回して。はい、アルくん、いけなし1等、すごい、おめでとう。そう、それアルくん、いけなし1等、やば、すごい強運だね。アルくん一発で欲しかったデラックスゲーツマジェスティライドウォッチゲットしました。すごーい。じゃあ後で音声聞いてみる？はい、うん、じゃああと9回回せるから回してみて。それ置いといて回してください。あ、10等だ。1等はどれかな？ピコピコハンマーゲット。はるくん、やばいじゃん。パパおちおち寝とれんじゃん。ピコピコされるね、はるくん。うわ怖い怖い、パパ叩かれるよ。あー、来たー、怖い怖い怖い。じゃあ3回目回してください。あ、5等だ。5等はけん玉、あそこのけん玉、たこ焼きのけん玉。5等はたこ焼きけん玉。ちょっと待って、待ってよ待ってよ、ちょっと待って、たこ焼きけん玉上手にできるかな。よいしょ、お、乗った、すごいパパ上手。4回目回してください。8等、おめでとう。すごいな、はるくん全部当たってる。ワンピースカード、ロマンスドーンだ。開けてもいい？うん、じゃあちょっと開けさせてもらいます、はるくん。何出てくるかな。ラウンドテーブル、モネ、シノブ、コウマの層、ゴードン、雷鳴ホッケ、ドーンでした。ハルくんドーンだったよ。はい、じゃあハルくん5回目回してください。5等だ、すごい、おめでとう。あれ、たこ焼き取ってるね。ハズレ、残念。じゃあ6回目回してください。だ、残念。7回目。6等も残念。はるくん6等あったよ。残念じゃなかった、6等あった。ボールペン、そこ見て、ボールペン、それ、うん、ボールペン、ゼブラのね、6等のゼブラのボールペンゲットしました。ブレないだって、よかったね。今何回目？次8回目かな。何回目今？わからんなったね。じゃあ次8回目でいいや。8回目。10等はもう取ってるから残念。9回目。あ、4等だ、おめでとう。
あれ、飛行機。ディズニーの飛行機、ハルくんゲットしました。いらない？はい。じゃあ、ラスト10回目。あー、出た。おめでとう。すげー、すごいじゃん、ハルくん。ビビビビゲット。はい、ハルくんラストね、仮面ライダージオウのゲッツマジェスティ DVD ゲットしました。ネクストタイム、かっこいいね。どこに先生おった、ハルくん？おる？校長先生おるの？ええ、あそこにおるんだ。うん、本当にすごい良かったね。うん、後で見てみる？はい、DVD。DVD いいじゃん。じゃあライドウォッチ開けて音声聞いてみようか。はい。いい？いいよ。それいるの？嬉しい。ビヒン、マジェスティタイム。マジェスティインサルバトール、もう一個のね、ゲーツがないと完成しないみたいなんで、ゲーツ探しに行きます。ぜひ。ということでね、今回は仮面ライダーゲーツマジェスティ当てくじをして遊んでみました。ゆめちゃん、どうだった、はるくん、楽しかった？うん。それでは皆さん、また見てくださいね。バイバーイ。